格闘家、平本蓮、26、が8日に自身のインスタグラムで生配信をして、血液検査について言及した。画像あり、平本蓮白いスーツで神妙、戸惑い70分、緊急会見必ず僕は潔白を証明できる。朝倉戦は正々堂々戦った、ファンの注目を集めた、将来人3の朝倉未来 vs 平本蓮。 試合は衝撃の 1R138 秒 TKO 決着で平本が勝利した。しかし試合後にネットで証拠音声データが投稿されるなど平本のドーピング疑惑が浮上した。5日の会見に出席した坂木原 CEO は、朝倉未来、平本連領選手とも陰性という結果、とドーピング検査について報告。その会見にドクター3人も出席して尿検査と血液検査について、 現在の和田世界ドーピング防止機構での検査を実施している検体の9割は尿検査です。2022年のデータで言えば手元で約23万件の検体に対して陽性だった検体は381検体。23万1313 13件中381検体。陽性率は0.16%という結果が出ています。 対しまして血液検査を行った件数が22,708件ありました。陽性だった検体数は13件。これは0.0005%と尿検査より定率でした。このことにより採尿による検査で十分に陽性者を判断できていますと説明していた。坂木原 CEO は、自他分大晦日の試合に向けて、僕らはオファーすることになりますが、 それに向けて未来に向けた検査を受けてもらおうと思います。当然今回の基準にプラスした検査基準ひょっとすると先生方とも相談してですけど、血液検査とかにも応じてもらおうと思います。いずれにしても陰性だということをもう一度明確に、この後の大晦日までの期間の中で平本選手とも相談をして検査を受けてもらおうと思ってます。その検査が陰性である。という確認が取れたところで、 大晦日に向けてのですね、出場の相談をしていきたい、そう思っていますと話している。平本の陰性が報告されたにもかかわらず、この日のインスタライブでも血液検査しろ。というコメントが届いた。平本は、この間の来人の会見の YouTube ライブを見てきてくださいと呆れた表情。そして、血液検査はめちゃくちゃ金か,かるし、お前らアンチコメントする人たちの費用でやれよって話。 来人に抗議して来人にお金を渡して、俺のところに来てくださいよと一周した。最後に俺はいつでも血液検査、できますよと腕を見せて、中指を立ててこの話題を締めた。